近年日本人の10人に1人が発病する恐れがあると言われているのが下肢静脈瘤。足の静脈を流れる血管が逆流し、こぶができたり、血管が蛇行したように太く浮き上がる血管の病気だ。静脈の典型的な症状です。もう歩けなくなっちゃったんです。この足がつっちゃって、靴履いて3分ぐらい出るともう歩けなくて。で娘がね、やっぱりプールやなんか行った時にみっともないっていうふうに言われて、ちょっと転びやすい、つまずきやすいっていうのはありました。さらに男性の患者も、水がこう張ってるような膨らみもありました。初めはまあ膨らんでるぐらいどういったことないと思っていたんですが、だんだん痛みが出だしてきて、それでちょっとこのままにしておくとまずいんじゃないかと思ってこちらの方に。しかしある最新の治療法により手術時間も短く日帰りが可能となった上、術後約3週間で静脈瘤がほとんどわからなくなるという。もうその日のうちに足が細くなったっていうか、むくみが取れました、はい。ほとんどの病院で入院が必要だったんですけども、今はもうカテーテル治療になってからはもう皮膚を切る必要もありませんし、手術時間も短い、結局体の負担が短いので、もう日帰りですね。お仕事中に来られて1時間ぐらいでまたお仕事に戻られるという方もいらっしゃるぐらい、本当に体への負担は少ないですね。その下肢静脈瘤の最新治療に迫った、先端医療の現場に密着。医療最前線、下肢静脈瘤に挑むプロフェッショナルドクター。このもう太ももの内側からこのふくらはぎのここまでもこうつながってますよね、はい、足がつるようになってきたので、今までずっとほっといてしまったんですけども、はい、仕事でスカートを履くことが多いので見えてしまうので、そう、やっぱり見かけが一番気になりますよね。特に女性の発症が多いと言われ、国内では10人に1人以上の疑いがあると言われている下肢静脈瘤。足の裏側にボコボコと浮き出ている血管、痛み、足のつり、むくみなどが続く。それが下肢静脈瘤の主な症状だ。浮き出た足の血管を何とかしたいと思っても、どの診療科を受診すればよいのかわからない人が多く、病院に行く機会を逃すケースもある。訪れたのは東京都北区にある赤羽静脈瘤クリニック。院長岡本真一。おはようございます。おはようございます。初診の方が6件と。岡本は大学病院での勤務時代に10年以上にわたり下肢の悩みを持つ患者の治療に携わった。治療のタイミングを逃すと完治が望めなくなり、長年足のケアに苦労される方を多く見てきた。そこでこの病気を専門領域とし、なるべく早期に正しい治療を受けてもらいたいという思いからクリニックを開院。今パッと見は分かりにくいですよね。これボコボコが大きくなるのは1日のうちいつぐらいですか？夕方ぐらいになると大きくなる。夕方ぐらいになると大きくなってくる。ずっと立っててむくんできたなと思うと、この辺がボコ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 。なるほど。下肢静脈瘤とは、足の中の静脈の一本が逆流して、それでふくらはぎに汚れた血液がたまった血液がこぶのように膨らんで、それで足がボコボコしてくる病気ですね。静脈は血液を心臓に戻す血管。本来は足から心臓に向かって上向きに流れなければならない。だが静脈についている逆流防止弁が壊れ閉じなくなると、血液は重力に合わせて下向きに落ちてしまう。そして古い血液が足に溜まってしまうのだ。老廃物を含んだ静脈血が溜まることで、足のむくみやだるさ、就寝中のこむら返りなどの症状が現れる。重症化すると皮膚に湿疹や色素沈着、潰瘍などが生じて出血することもある。命に関わる病気ではないが、不快な症状が慢性的に患者を悩ませる。痛みがないから結構放置される方が多いんですけども、大きく分けて治療が必要なものと必要がないもの、逆流という現象が起こって
て、でそれでふくらはぎに、まあ、汚れた血液が溜まっているもの、これは治療した方がいいんですけども、逆に、まあ、そういったあの静脈に逆流がないけども表面に細かい血管がすごい目立つ方ですね、そういった方は、まあ、あの医学的に見て治療が必要ということがない場合もあります。伏在型は静脈にある血液の逆流を防ぐ弁が壊れ逆流し足にコブができるタイプで、だるさやむくみなどを引き起こす。これは進行すると治療が必要となる。一方軽症型にはクモの巣や網目状静脈瘤があり、通常治療の必要はないが、伏在型も合併した場合治療が必要となる。右のこちらのコブがだいぶ良くなりましたね。すごい。こちらの患者は半年前に下肢静脈瘤の手術を行った。本日定期検診のため来院した。もう歩けなくなっちゃったんです。この足がつっちゃって靴履いて3分ぐらい出るともう歩けなくて大変なんですよ。足傷ったりってようやくお使いに行ったりしたんですよね。すごく痛いんですよね、だから思い切ってここに来たんですけど、ね、すごい綺麗な足になりましたね。治療前と比べすねの浮き出ていた血管も消え痛みもないという。足をつることもないしいいですよね。つらなくなりましたか。そうですね。もう最初不安でしたんですけどあっという間に終わったって感じです。もうスイスイ歩けますしね、では実後半年ですのでこれで終了となります。卒業ですので、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。こうした足の悩みを抱え動員を訪れる患者は後を絶たない。お困りの患者様が圧倒的に多いんですけども、それに比べると下肢静脈瘤を治療できる病院が少ないんですね。心臓血管外科がある病院というのがやはりまあ大きな病院しかありませんので、そういったところに行くんですけども治療できる数に制限があるんですね。でそれに比べて患者様の数が圧倒的に多いと。この日初めて来院した男性の患者 A さんも長い間不安を抱えていた。痛いとかそういうのは何ともなかったんですけど、ただあの潰瘍がなかなか治らず、もうずっと不安でしたね。何ヶ月も糖尿も持ってますもんで、それが原因かと思ってたんですけど、あのそればっかじゃないということで。この潰瘍が治らないということですね、はい、こちらですね、この少しこう波打ってるところが、これが実は血管のボコボコなんですね、通常静脈瘤の方は痛みがあまりない方の方が多いので、そこで足の静脈の状態を見るためエコー検査を行うと、こちらにこの大きい黒い丸ですね、正常だと直径 1.5 ミリぐらい、かなりこう膨らんでしまってはっきり見えているということになります。4.38 ミリですね。でこれが4ミリ以上だともう治療した方がいいという基準になりますので、血液が逆流してこの下に溜まってるんですね、栄養分が少なくて、で逆に毒素が多い血液が溜まってますので、それが皮膚に悪さしてこういった潰瘍の原因になるということです。ですのでここの血管を治療していけば皮膚の状態は徐々に徐々に改善していきますのでね。この潰瘍がもうずっと気になってましたんで、あの糖尿の方にどんどん進んでいって足切断になるんじゃないかなというようなちょっと怖さもありましたんで、静脈瘤をまず治せばあのその潰瘍も良くなるんじゃないかというようなお話いただいたんで、その点安心しましたね。 A さんのように足に症状が出てきていても来院するに至らず漠然とした不安を抱えている人も多い。静脈の弁が壊れる原因はまだ分かっていないが、下肢静脈瘤になりやすい人にはある傾向があるという。原因は一番大きなのは持って生まれた体質だと思います。生活習慣とかいろいろありますけども、1日8時間以上立ち仕事されている方が、まあ、それを何十年と繰り返されると結構なりやすい。妊娠出産の後にも静脈瘤になりやすいので、そういった意味で、まあ、女性が多いということもあります。あと、まあ、ご年齢を減るにしてしたがって増えていきますので、やはりご年齢ということも原因の一つだと思います。これまで下肢静脈瘤の治療は薬を注射して血管を固める硬化療法や外科手術で静脈を引き抜くストリッピング手術などが行われていた。
特にこの手術は異常が起きた静脈部分の上下に1センチほどのメスを入れ、壊れた弁を持つ静脈瘤ごと抜き取る大規模なもの。そのため術後に出血や神経障害などの後遺症の恐れがあり、 1,2 週間の入院で行われることが多かった。2011年から皮膚を切らずに血管の中からだけで治すカテーテル治療というのが保険適用になりましたので、昔 の、 そのストリッピングという治療だとほとんどの病院で入院が必要だったんですけども、今はもうカテーテル治療になってからはもう皮膚を切る必要もありませんし、手術時間も短い、結局体の負担が短いのでもう日帰りですね。その最新の治療法とはエンドビーナスクロージャーシステム。逆流している静脈ですけども、これにカテーテルという直径2ミリの細い長い棒を入れてですね、その棒の先端7センチが加熱されるようになってますので、それで加熱して内部から血管を焼いてしまう。でそうするとですね、逆流してた静脈が塞がるんですね。それによって逆流を止めるという治療を行っております。ラジオ波を利用した下肢静脈瘤の血管内カテーテル治療法。このラジオ波とは電磁波の一種で、肝臓がんや乳がんなどの治療に以前から利用されているものだ。もう静脈瘤になっている方というのはですね、その血管自体はもう正常な機能を果たしておりませんので、血管を焼いたとしてももう他の静脈が元々の静脈の機能を担ってくれてますので。この日手術を受けるという患者 B さん、何年も前から足には症状が出ていたが、受診するきっかけは娘の一言だった。プールやなんか行った時にみっともないっていうふうに言われて、で来る気になったんです。やっぱりつったり、やっぱり左足の方が重いっていう感じですか。でちょっと転びやすい、つまずきやすいっていうのはありました。どのような手術が行われるのか。15時25分B さんの手術が行われた。実際に手術にかかる時間を見てみると、では手術開始しますのでよろしくお願いします。同院では患者への負担を軽減させるため、正確かつスピーディーに治療を行うことを心がけている。患者様、手術が終わりました。お疲れ様でした。全く問題なく終わりましたので、ご安心ください。ありがとうございます。はい、手際よく手術を行い、15時40分手術が終了。わずか15分で両足の血管内カテーテル治療は終了した。基本的には手術の後半は意識があるので、やっぱり長ければ長いほどそれほどまだかなっていう不安につながったりとか、もう実際に体の負担にもなりますので、やっぱり早いということは患者様にとっては非常にメリットがあります。手術中は足を広げるという股関節に無理がかかる体勢を取るため、時間が長くなるにつれてその体勢を保つことが苦しくなる。同院ではこうした患者への負担、リスクを避けることに細心の注意を払い、短時間で安全に手術を終わらせるよう努めている。同時に手術時に起こりうる合併症、エコノミー症候群の発生リスクの低下にもつなげていくと岡本は語る。いや、昨日はちょっと心配で寝不足なんですけど、すごく看護師さんたちが丁寧に教えてくれて、でちょっと点滴の時だけちょっと痛かったんですけど、あとは全然痛みがなくて、もう気持ちよく寝てました。もっと寝かしてくれって感じで。さらに術後30分で帰宅できるのがこの治療の最大の特徴だ。 B さんは元気な足取りで帰宅した。もう本当に昔に比べると全く治療法が変わりまして、もう受けた方皆さん、こんなに簡単だったらもっと早くやっておけばよかったとおっしゃいます。血管内カテーテル治療は健康保険が適用され、3割負担の患者で4万5千円、1割負担の患者でおよそ1万2000円となる。男性に比べ女性の割合が多いと言われている下肢静脈瘤、認知されてきてはいるが、まだこの病気を知らずに悩んでいる方も多いという。
静脈瘤って何ですかと言われる方が多いので、進んだといっても僕の、まあ、感覚的にですね、半分ぐらいの方がご存知、半分ぐらいの方が、まあ、ご存知ないというぐらいの病気ですね。同院ではここ数年で男性患者の来院数も増加傾向にあるという。この男性の患者は1ヶ月前に治療を受け、その定期検診で受診した。前結構足がつることが多かったんですけど、もうつるのもなくなって非常に良くなりました。そうですか、良かったです、はい、手術前と比べると静脈瘤のボコボコが消え、腫れた状態もなくなり、綺麗になっているようだ。ボコボコしてたのはもうかなり前からで、もう10年以上前からこうなんか膨らみはあってですね、痛み出したのはこの 1,2 年ぐらいで、だんだん痛む頻度がやっぱひどくなってきたので、痛み出すとだんだん毎日気になってしまったので、もう一度意を決して、もしかしたらあのこの手術のおかげでそういった足がつるということもなくなったのかなとは思っています。でもちろんこの痛みももうないので、まあ、安心して日々生活しています。そうですね、早く来ればね、痛みもなかったんだろうと思うんですけど。また2ヶ月前に手術した男性患者も今はすっかり静脈瘤の症状が消えていた。症状は前からあったんですけども気にしてなかったんですね。で、行った方がいいって家族が言ってたんですけども、痛みはありますね、やっぱりあの腫れてたの で触るとやっぱり痛いし、我慢はできなくはないんですけども、でもやっぱりちょっと心配だったので、でもあんまりそんなあのひどくはなかったので、あの大丈夫かなというあれはあったんですけども、でも来てよかったです本当にね、はい、見た目軽症であっても治療の必要なケースもあるため、重症化する前に受診してほしいと岡本は言う。やっぱりそこまで重症じゃなくても、もうあの徐々に進行してくる病気ですから、どうせ進行するんだったらこの段階でも治療しておきましょうという。この日初診で訪れた C さん、今日はどういった症状でお越しいただいたんですか。むくんだりとか痛かったりとか、うん、痒かったりとかっていう、そういうふうな形でちょっと気になるなと思って来ました、うん、この辺りに少し膨らみが、うん、ポコポコした膨らみがありますね、はい、かなりこうむくみが強いような印象ですね、はい、これが静脈瘤の症状なんですね。そこで早速エコー検査を行い、静脈の状態を見るとすごい膨らんでしまって、こういうふうにはっきり見えてるんですね、はい、正常だとこれ直径が2ミリ 4.7 ミリなので2倍以上に膨らんでると、はい、血液がですね、逆方向から大量に流れ込んできて、その血液によってプクッと静脈が膨らんでいるといった状態です。で、これでもう静脈瘤という診断になりますね。まあ、サラリーマンなんで、あの働いてると、まあ、なんていうんですかね、あの電車乗っててもちょっとなんか痛いなっていう感じがずっと残るので、うん、ちょっと支障というか、なんだろうなっていうふうに思ってますね。もしかしたらちょっと血管がボコボコ出てる感じもするので、まあ、静脈瘤じゃないかということで、こちらの、まあ、家に近いというのもありまして。仕事の合間に受診した C さんは本日手術を受けることになった。まずエコーで逆流している静脈の程度と位置を確認、治療する部分にマーキングを行う。太い針を刺す予定部位に事前に細い針で局所麻酔をし、手術中の痛みを和らげる。逆流を起こしている静脈の中をカテーテルが患部まで進んでいく。エコーを使い、カテーテルが静脈の中に正確に通っているかを確認しながら治療を進めていく。さらに処置する静脈の周辺に麻酔が注入される。これにより患者の痛みを緩和させ、血管周囲の組織を保護することができる。エコーで位置を確認しながら微調整を繰り返す。で、場所がずれちゃうと痛みが出るので、もう正確に黒い層がボワーッと広がっていきますよね。常に針先をこうやって持っていくとボワーッとカテーテルの上下が広がっていて、これがしっかり麻酔が入っているということなんですね。水の柱を作っていくようなイメージですね。水の柱でこのカテーテルを覆って焼いても、その周りが火傷しない。では今から血管を焼いていきますので、もし暑さとかお痛みを感じられたら遠慮なくおっしゃってくださいね。
外部から圧迫し、カテーテルと静脈壁の接触をより確実にさせる。ラジオ波を用いてカテーテル先端にあるコイルを120度に発熱させ、静脈を20秒間で7センチずつ焼灼していく。1回の焼灼終了ごとにカテーテルを次のマーカー部分に移動させる。カテーテルの熱により血管壁が変形し、悪くなった血管を閉塞していく。静脈は無数に通っているので、その1本がなくなっても血流には問題がないのだ。はい、ストップ。通常だと何もしないと20秒で止まるんですね。ただ20秒だと結構焼きすぎる場合が多いので、焼く時間をコントロールしているということで。岡本は血管を焼く際、数秒の違いが術後の合併症につながっていくため、患者の血管の状態に合わせて秒数をコントロールしながら慎重に手術を行っている。患者様、手術が終わりました。お疲れ様でした。ラジオ波を照射し始めてからおよそ2分、時刻は14時17分。手術時間はわずか7分で終了した。コブを作る原因の静脈を閉じ切った。患部となる静脈を治療してしまえば、血流は正常な血管を通るようになる。また焼灼した静脈は収縮し、時間とともに体内に吸収されるという。休憩後そのまま帰宅できるという。手術を終えた C さんに感想を聞くと、全然痛みもなく、はい、点滴でちょっと痛かったぐらいで、何も痛くないです。普通に歩いていいってことなので、事務作業もいいらしいので、まあさすがにちょっと外出はしないでおこうかなとは思ってますけど、この後また仕事に行こうかなと思ってます。はい、30分ほど休憩後、 C さんは職場へと戻っていった。なかなか病院に行っても治療の対象となると、例えば考えられる範囲がすごい狭かったんですよね。というのも、入院が必要になって皮膚も切るというと、なかなか若い男性って仕事もありますから、そうなるとなかなか治療に踏み切れなかった方も多いんですけども、今は本当にお仕事の合間に治療ができますので、発症率としては変わらないんですけども、治療される方の数は圧倒的に増えたと思いますね。軽い運動はしていただいた方が良いですか。はい、こちらの若い男性患者も1ヶ月前に手術を行い、定期検診で来院した一人。むくみがあってふっくらしてたのがもうかなりすっきりしてきましたね。色素沈着とかありませんので非常に経過良好です。若干少しここまだ残ってますけども、手術後3ヶ月から半年ぐらいかけてさらに目立たなくなっていきますのでね。最初はやっぱり足がつるとかしびれとかなんですけども、やっぱり夕方あたりからこうそういう症状が多くなってきたっていうのが状況です。やっぱり特に、ね、やっぱり寝る前が特にで、もともと体質的にも、ちょっと、血管が出やすいタイプだったので、本当に自分で、当てはまる項目があった。インターネットで症状を調べ、下肢静脈瘤を疑い動員を訪れたという。驚いたのが、僕みたいなちょっと若い人で静脈瘤になるっていうのがちょっと知ったので、周りの方々にも、もしかしたら静脈瘤持ってるかもしれない、病院に来ないとわからないっていうのが教えてあげたいなと思いました。はい、では本日はよろしくお願いいたしますね。今お痛み大丈夫ですか。血管を焼いていきますので、もし焼いてる最中に痛みとか熱さがあったら遠慮なくおっしゃってくださいね。手術中も常に痛みはないか患者へ問いかける。やはり患者様に対してすごく今日張られてる先生ですね。少しでも皆様に快適に過ごしていただくように、常にスタッフに対しても患者様を第一にできるようにワーディを見ておりますね。すごく視野が広い先生だと思います。徹底的に患者様の立場に立つということですね。
自分だったらどうされたいかということをもうずっと僕は考え続けてます。で、例えばそれがまず一番はやはりしっかりと治療してほしいということだと思うんですね。ですのでもう治療法については必ずベストな治療を提供するということを考えています。で、次に自分だったら痛いのが嫌なんですよね。手術の最中もそうですし手術後もそうですね。なのでそういったことで痛みを感じさせない、そういった工夫はもう徹底的に行っています。あと例えば細かなところになりますけども、エコーのゼリーですね、あれをそのまま太ももにかけてしまうと結構ヒヤッとするんですね。そういったことがないように常に、温めているということ、そういった細かいところまでなるべく患者様がストレスを感じないようなことを徹底的に考えています。世界三大ミスコンテストの一つ、ミスワールド。岡本は血管外科医であると同時に整形外科専門医、美容外科医という3つの分野に精通し、足の構造を知り尽くした医学博士。その幅広い専門知識を生かして世界一の美女を目指すファイナリストたちの美脚作りをサポートしている。この日来院した吉川さん、ファイナリストの中から選ばれたミスワールド日本代表だ。目がすごいひどくて。むくみは1日の中でいつぐらいにひどくなりますか？夕方ぐらいから。これなんですね。すごい大きくなってると静脈瘤という診断になるんですけども、はい、今のエコーの結果からは静脈瘤はベースにはなくて、正常範囲内のむくみ、むくみをお感じになったらマッサージしたりとか、ちょっと足を高くして寝るとか、そういったことで対処していただければと思いますので。後日岡本のクリニックを訪れた吉川さん、世界大会の結果を報告しに来たという。むくみは気になりませんでした？足上げて寝たりしたら結構気にならなくて、ヒールも毎日履いてたんですけど、はい、楽でした。よかったです。産後の女性に特に多く見られる下肢静脈瘤、岡本はさまざまな活動を通じてこの病気の正しい知識を啓蒙していきたいと考えているのだ。進む下肢静脈瘤の治療。では下肢静脈瘤を予防するためにはどうすればよいのだろうか？基本的には体質という面が大きいので決定的な予防法というのはないんですけども、立ち仕事の方はですね、なるべく立っている間は弾性ストッキングといって、靴下丈の少し圧迫力の強いものでいいので、そちらを着用していただくことをお勧めします。10人に1人が発病する恐れのある病気、下肢静脈瘤。自然に治ることがないため、時間とともに徐々に進行していく。最新医療により術後30分で帰宅できるようになった現在、時間的に余裕がなく治療を先送りにしてきた人にも生活リズムを崩すことなく行えるため、今まで以上により身近な医療となった。患者の気持ちを第一に考える治療、岡本は生活の質の改善を手助けできればと日々患者と向き合っているのだ。痛みがないのでなかなか病院に行くのをためらう方が多いんですけども、それでもやっぱりだるさ、むくみ、あと夜中の小むら返りですね、といったことが改善することは日常生活に非常にやっぱり楽になりますので、そういった症状でお悩みの方はぜひ一度当院に来ていただけたらと思います。